で頑張ってたってそれはそれなりの計画で生け花のように葬式をらしく意味のあるなしを決めつけないで上手いやり方をし合うみんなクールになってペルエルを飲んで窮屈そうに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添って場所はリンゴン空港8時までに7人とも戻るそうだ10人揃ってねえと団長が死ぬここを出て団長と戦うチャンスだが、うん、助けてくれいいよでも有料誰かいるな。調べるぞ。うん。おい、気をつけろよ。大丈夫。あれも奴らの仲間か追うかいや、誘いかもしれねえ全員揃うのを待とうが止まっている乗ったら入り口付近で待機しろする旅団員パクノダ本人だなもちろん本当よお前たち二人にそれぞれ二つ条件を出すそれを厳守すればお前たちのリーダーは解放する。面の鎖。パク。気づけ。
気づけ、こいつの弱点。まずはお前たちのリーダーへの条件。一つ、今後一切念能力の使用を禁じる。二つ、旅団員との一切の接触を断つこと。俺には人質としての価値などない。彼が言っていることは全て本当よ。本当にこれでいいのか。奴らの頭さえ潰せば雲は瓦解する、そう思っていた。しかしそうではなかった。頭を取っても雲は動く。リーダーが絶対なのではない。場合によっては頭さえ切り離す集団。こいつらは全員で雲。ここでリーダーの動きを封じたところで奴らを崩すことはできない。かといってならばどうする。他に手はあるか。この金箔に似た現状を解決する奇跡のような手が。ない。見つからない。クラッカー、よせよ。もしそいつを殺したら俺がお前をやるぜ。そう、これでいいんだ。今俺がすべきこと、二人を取り戻す。それが最優先。もう仲間を失うのは絶対に嫌だ。気づけ、パクノだ。こいつに仲間は殺せない。二つ、今後旅団員との一切の接触を断つこと。この二つが条件。そしてそれを守らせるためジャッジメントチェーンをリーダーに刺す。それで OK か否か、お前が決めろ、パクノだ。オーケーよ。よし。次はお前だ、パクノだ。一つ、今夜0時までにゴンとキルアを小細工なしで無事に解放すること。受け渡しの方法は後で説明する。二つ、私のことについて一切情報を漏らさぬこと。依存がなければお前にも鎖を刺す。 OK よ。先日、もしゴンとキルアが操作系の念能力者に操られているとしたら、心音でそれを察知できるか。可能よ。ゴン君はわからないけど、キルア君は一度会って普段の心音聞いてるから、いつもとどう違うか聞き分けられるわ。十分だ。人質交換の方法だが。クラピカ、あなたは自分の心音の矛盾に気がついていない。いいえ、心音に矛盾の響きが混じっているのだから、あなたも頭の隅で矛盾を感じている。それに気づかないふりをしているだけ。パクノダがなぜ一人で来たのか。そこに雲が本当に非常なだけの組織なら、この人質交換自体成立していないはず。彼らが今まで何をしてきたのか私は知らない。あなたの憎悪の深さから漠然と非道集団のイメージを膨らませただけ。でもそこにいる一人の女性は、あなたが憎しみを絞り出すようにしながら見据えている女性は、あなたと同じ理由でそこに立っているのよ。
彼らは鉄の掟を作り、団長はそれを遵守しようとしている。でも団員は、少なくともパクノダは違う。だから一人でここにいて、人質交換に応じている。クラピカ、あなたはそれに気づいているのでしょ？まずお前は仲間の元に戻り、人質交換の旨を伝える。そして0時までに二人を連れてリンゴン空港に来い。仲間は連れてくるな。どこへ行くかも言うな。わかったな。ええ、交渉成立ね。空港へ戻ってちょうだい。なぜ何も聞かない。私が何者か分かっているんだろう。不安じゃないのか。不満は。理不尽な交渉だと思わないか。私が本当にリーダーを返すと思うか。ええ、あなたに騙す気があるならわざわざそんなこと聞かないでしょ。急いでちょうだい。時間が惜しいわ。飲めると思ってんのか。そんな条件をよ。場所を言え、パクノダ。ガキ二人を殺して鎖野郎をやりに行く。どうしても。どうしてもだ。場所を言え、パクノダ。絶対に場所は言わないし、二人を連れて戻るのは私だけ。邪魔しないで。邪魔？そりゃどっちの話だよ、こら。ああ、行きなよ、パクノダ。ここは私たちが止める。止める？なめてるか。本気かよ。理解できねえぜ。お前ら頭どうかしまったのか。おそらく私たち着く前に全員鎖野郎にやられてるね。こいつら操作されてるよ。関係ない。こうしてても時間の無駄ね。私が吐かせるよ。本当にわからないの？ん？パクノダがなぜお前たちに何も話さずに戻ろうとしているのか。マチがなぜお前たちを止めようとしているのか。おいおい、本当に操られてるからって思ってんの？お前たちの団長を助けたいからに決まってるだろ。それが仲間を取り返したいっていう気持ちが、そんなに理解できないことなのか。ゴン。黙ってろ、ガキが。助かりたくて必死か。自分のために言ってるんじゃない。やれやれ。取り消せ。嫌なこった。文句あるなら来いよ。一歩でも動いたらその首へし折るぜ。ビーン。
船が動くもんか。てめえ、クラピカはお前たちとは違う。たとえ相手が憎い仇だって、感情に焼かれて容赦なしに殺したりはしない。もしお前たちと約束したのなら、それを一方的に破ることも絶対にしない。それは直接会ったパクノダが分かっているはずだ。条件通りすれば団長は必ず戻ってくるんだ。いい加減にしろよってね。勝手なことごちゃごちゃ吹き上がって、その生意気な口が二度と聞けねえようにしてやるぜ。フィンクス。ああ、もうやめろ。パクノダを行かせてやれ。な、おめえまで何言い出すんだよ。落ち着け、チャル。え、今俺たちにとって最悪のケースってのは何だ。団長はすでに死んでて、ヒソカ、パクノダ、マチ、コルトピ、シズク、信長が鎖野郎に操作されてる。鎖野郎の所在は結局知れず、この二人にもまんまと逃げられるかな。そんなことはさせねえ。この二人は逃げられないね。そもそもそこが間違ってんだよ、お前らは。何？最悪なのは俺たち全員がやられて、クモが死ぬことだ。それに比べりゃ、お前が言ったケースなんざヘみてえなもんだ。違うか？そりゃそうだね。理由はどうあれ、お前らどっちも団長に寄りすぎだぞ。その結果、致命的に俺たちが崩壊してみろ、それが一番団長に対する裏切りだろうが、このまま揉めてたらそうなりかねねえぞ。頭冷やせ。いいじゃねえか、好きにさせて。もしも団長が戻ってこなかったら、そん時は操作されてる奴全員ぶっ殺して雲再生だ。簡単なこったろうな。私はいいよ、それで気が済むんならね。私は操られてもいないし、そう簡単にやられもしないけど。もしも。人質の二人に代われ。壊すなよ。もしもし、クラピカ。大丈夫か？奴らは全員いるか？うん、全員いるよ。よし、じゃあ今の奴を出してくれ。うん。あ、おい！ち、そっちの条件通り、これからパクノダと人質二人を向かわせる。パクノダが二人を連れてくる。追わなくていいのか。今からなら鎖野郎が俺たちの動向を調べる術はなくなったぜ。うっせえ。追おうとすりゃまたお前らが止めるだろうが。とりあえず様子を見ててやるよ。もし団長が戻ってこなかったら、てめえもぶっ殺す。いいな。あんたたち、なぜ逃げない？逃げるって？おそらく手負いの私よりあんたたちの方が足は速いわ。ここであんたたちが逃げれば、こっちの切り札はなくなって、鎖野郎は望み通り団長を殺せる。なぜそうしようとしないのか。あいつの仲間なんでしょう。それは仲間だからだよ。仲間だから。本当はクラピカに人殺しなんかしてほしくない。だから交換で済むんならそれが一番いいんだ。どうしたの？早く行こうよ。あ、
止まっている飛行船に乗れ。行き先はもう伝えてある。約束通り三人ね。おう。飛び立つまでは何があるかわからない。周りを注意してみてくれ。任せろ。あっちから誰か来る。待て、止まれ。確認するまでそこを動くな。おとりかもしれない。戦慄は他を注意してみてくれ。え、おい、あれは。クラピカ、俺、雲とはもう戦ってほしくない。次回、ハンターハンター、思い、断念、引き裂かれた雲。クラピカ、クラピカ。